はい、今日はこの文語訳聖書という大正時代に翻訳された聖書、旧約聖書創世記の第8章をお読みいたします。第8章。神、ノアおよび彼と共に箱舟にあるすべての生き物とすべての家畜を思いたまいて、神すなわち風を地の上に深しめたまいければ水減りたり、また轍ちの源と雨のと閉じ塞がりて天よりの雨やみぬ。ここにおいて水主題に地より退き、150日を経て後水減り、箱舟は7月に至り、その月の17日に荒らての山にとどまりぬ。水主題に減りて10月に至りしが、10月の1日に山々の頂き現れたり、40日を経て後ノアのその箱舟に作りし窓を開きてカラスを放ちけぬが、水の地にカルルまで行き来しおれり、彼地の表より水の引きしかを見んとて、また鳩を放ち出しけるが、鳩その足の裏をとどむべきところを得ずして彼に帰りて箱舟を至れり、そは水全地の表にありたればなり。彼すなわちその手を述べてこれを捕らえ、箱舟のうちに己のところに引き入れたり、なおまた7日待ちで再び鳩を箱舟より放ちけるが、鳩暮れに及びて彼に帰れり、見よその口に観覧の若葉ありき。ここにおいてノア地より水の引きしおれり、なおまた7日待ちで鳩を放ちけるが、再び彼のところに帰らざりき。601年の1月の1日に水地に枯れたり、ノアすなわち箱舟の覆い覗きて見しに、見よ土の表は乾きてありぬ。2月の27日に至りて地乾きたり、ここに神ノアに語りて言いたまわく、何時および何時の妻と何時の子らと何時の子らの妻と共に箱舟をいずべし、何時と共にある諸々の肉なるすべての生き物、諸々の肉なるもの、すなわち鳥家畜および地に這うすべての這うもの引き入れよ。これらは地に多く育ち、地の上に産みかつ増えますべし、ノアとその子らとその妻およびその子らの妻と共に入れたり、すべての獣、すべての這うものおよびすべての鳥など、およそ地に動くもの種類に従いて箱舟より入れたり、ノア主のために壇を築き、もろもろの清き獣ともろもろの清き鳥を取りて燔祭を壇の上に捧げたり、主その香ばしき香りを嗅ぎたばいて、主その心に言いたまいけるは、我再び人のゆえによりて地を呪うことをせじ、そは人の心の測るところ、その幼き時より悪しかればなり、また我かつてなしたるごとく再びもろもろの生けるものを打ち滅ぼすさじ、地のあらん限りは種まき時、刈り入れ時、寒さ暑さ、夏冬および日と夜やむことあらじ。